千歳カントリークラブ本部開催コースですよ。結構来たね。ああ、ホームラン。はい。16番ホール。この巨大な木が157ヤードです。越えますか？越えませんか？いや、越す。越す。かっこいい。頑張ってカメラで追いたいな。プロ野球みたく。おお、当たるぞ。超えた。超えた。うん、まあ、高さ大丈夫？ん？高さで十分余裕？いや、あの、てっぺんじゃないかったから。右斜めぐらいだったよね。そうそうそう。オッケー。超えるよ俺は。ど真ん中向き合われた。おー高い。 いや珍しく高い。右だよ。うん、でも高さ超えてたよ。余裕だったし。でも全然方向違うからね。107ヤード、はい、52度からの50度、最近50度の変更、ちょっとなんかやらしいよ。はい、いい入り。音はいいけど短そう。短い。めっちゃ短いわ。え？ずっと上げてるかな？完璧。上げてるかな？上げかな今の。風かな？陰形だったんじゃない？ああ上げてるわ。だいぶ上げてる。風の読みが甘かったかな。だ95？98。これもちょっと上がりすぎたかな。短い。風だわ。うん、これ風風風です。7メートルの風吹いてる。ほら。なんで帰りやがった。ちょ俺の見て変えたらよかったのに。強いと思った。ここでも見せ所じゃないの。ビビッと。これでもちょラフだからかかんない。逆目だし。ラフ逆目は無理っすよ。困ってんじゃない。ああナイスナイス。まあ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 。ちょっと右に出たった。まあまあまあ、俺の内側はまあ85点。場所が悪い。俺のは75点。場所が悪い。場所が悪い。ちょっとラインを読めてなかったかな。本当に？いや分からん。これ悪かった。人熱くてよくだね。合ってんじゃん。ま、うん、っすぐでした。でしたね。まっすぐです。今日マジで入らないわ。コース紹介は大丈夫？はい。7番ホール、パー5。あそこの山狙いね。はい、あの山に生えてるこのピロンチョ狙って300ヤード飛ばしてください。
左ですが消えていきましたね。あ、でも多分フェアウェイにはなんかどっかにはある。スライスした、うん、じゃあ結果はフェアウェイにあるんじゃないの。結果は大丈夫かもしれない。ただちょっと低すぎる球が。ここはね、ここだからね。ここが2オン可能です多分、ね、狙っていこう。さっきから右に出てるのが心配だけど、いいんじゃない、ここだから。では、はい、ちょっとティー高いから大丈夫。え、ああ、あ、ドロー巻いた。ちょっとね、巻いてったわ。わからんです。ヘッドが返ります。はい、刻みます。する200ヤードぐらい飛んでくれたらありがたいけど。200ヤード飛んで、え、いい当たり。え、右ちょっと見えんかった、ごめん。すげえ転がってる。あ、ちょっとやっちゃった。打ち込んだ。ああ、またなんだよ、こんな転がるの。ごめんなさい。ニュー7番アイアン刻みます。うん、残り100。巨人さん、ごめん。ダメだ。バンカーの方、バンカー手前。うん、いいけど。止まって。ああ、止まった。いや、止まんない。フォーオンか、俺。ちょっと弱いんじゃないですか。トム邪魔された。トム邪魔してきた。あ、打つ直前に入ってきたね。何歩ですか。7歩下っていますか。ちょっと下ってるように見えるけどね。うん、そっちは上り、こっちは下り。お、入る。わあ、やっぱ下りだ。ああ、やっちゃった。どんまい。さて、フックしますよ。曲がれ。おお、そんなには曲がんないんだ。 OK です。やった、2回目。あ、暑い。来たんじゃない。あ、入んないね。いやね、僕の場合は、OK、僕の場合は入んないんだね。入んないね。入んない、ダメだ。いや、まだ入る可能性はゼロじゃないよ。来い。